1908年、ブルックリンクの新聞少年1899年の新聞少年ストライキは、1899年にアメリカ合衆国で起こった新聞販売を行う児童労働者により、競合するジョーゼフ・ピューリツァーのニューヨークワールド紙とウィリアム・ランドルフ・ハーストのニューヨーク・ジャーナル紙のやり方を変えようとする抗議行動。このストライキは2週間続き、 ニューヨークアールド紙は、この間36万部から12万5千部に発行部数を落とした。ストライキは成功し、賃金が上がることとなった。1910年、ニューヨークの新聞少年。新聞少年は24時以降も働くこともあった。1844年、1886年、1887年、1889年にも、 新聞少年のストライキが行われていた。それまで1898年5月のニューヨークアールド紙とニューヨークジャーナル紙に対する新聞少年のストライキが最もよく知られていた。1898年、米西戦争により新聞売り上げが上がり、いくつかの出版社は新聞少年への売価を50セントから60セントに値上げしたが、低価は据置きであった。 戦後、イブニングワールド紙とニューヨークイブニングジャーナル紙以外の多くの新聞が、それまでよりもコストを抑えようとしていた。1899年7月21日、ニューヨークの多くの新聞少年は、ピューリザー出版のワールド紙とハースト出版のジャーナル紙の販売を拒否した。ストライキ参加者は、数日カンブルックリン橋でデモ行進して交通渋滞を引き起こしたが、 ニューイングランドの多くの都市ではまだ販売されていた。彼らは路上で新聞を引き裂いて売れないようにした。一般の人々も味方となり、ストライキが終わるまでどの新聞も買わないことにした。ピューリツァーは少年たちの代わりに大人を雇おうとしたが、大人たちも子供の立場を理解し、少年たちに敵対するようなことはしたがらなかった。 カリスマ的なスピーチを行うストライキのリーダーのキッド・ブリンクのもとに5000人もの新聞少年が結集した。片目が見えないためキッド・ブリンクと名付けられたルイス・バラットは競合するニューヨーク・トリビューン紙などにしばしば取り上げられ、強いブルックリンクなまりでメメイ,イズ・ノブルなどと四角方言で語ると記した。ブリンクとストライキ参加者たちは暴力的でもあった。 ハーストとピューリツァーは結集を阻止するために人を雇い、まだ続けていた新聞販売者を守ろうとした。ある集会の際、ブリンクはストライキ参加者たちに仲間たち、友人たちよ。字が来た。団結する時が来たのだ。たとえ困難であろうと、私たちの意思を通さなければならないと語った。ワールド紙も、ジャーナル紙も一束60セントから値下げしなかったが、 売れ残りを買い戻すことで合意し、1899年8月2日にストライキは終結した。1899年の新聞少年のストライキは1914年のモンタナ州ビューと1920年代のケンタッキー州ルイビルの新聞少年のストライキに影響を与えた。数十年後、児童福祉法が導入されて新聞少年の待遇が それまでよりも良くなった。1942年 DC コミックスのスタースパングルドコミックスの7号から64号に架空の人物ニュースボーイリージョンが登場した。現代のコミックでも様々に形を変えて登場している。1899年のストライキに着想を得て1992年にディスニー映画ニュージーズが公開された。眼帯をつけた キットブリンクが登場するが脇役であり、この映画でのリーダーは、ジャック・ケリーである。映画を元にした、舞台版、ミュージカル、ニュージーズが2011年に開幕し、2012年から2014年まで、ブロードウェイでも上演された。2003年のノンフィクション、キッズ・オン・ストライクでも取り上げられた。ありがとうございます。